まあ面倒くさいっていう言葉ねいろんなシーンで使われると思いますけどもナポレオンヒルにこういう言葉があったんですよ、えー、と何かを成し遂げるために面倒なことなど何もないっていうことなんですよね明確的な目標を持っているとそのためにやることって全部意欲的に取り組めるんですよねだから面倒くさいって感じるってことはその向こうにある目的に対して大してね価値を感じてないってことなんじゃないかなと思うんですよで、えー、彼女とのデートを成功させるために 私たちの時代だったらカセットテープにねなんかドライブの時の曲をいろいろ編集したりとかねこれをね前日の夜遅くまでやったりとかあと女の子だったらおめかしをするためにいろんなねこうワンピースを選んだりとかいろんな服を選んだりとかするわけですよヘアスタイルもこうやるわけですよ全部これはワクワクしてめんどくさいはずなのにその作業の積み重ねそしてまたアさんにしてもう一回一からねこっちがいいかな近いかなって考えるのがまたねこれ楽しいわけなんですよだから目的によってめんどくささっていうのはその すごくね。魅力を帯びるものにもなるし、面倒くさいだけでもある。しってことなんじゃないかなと。なんかめんどくさいって感じるって。ことはまあ、そこに対してその目的を達成された時の喜びをあんまりなんかイメージできてないのかなと思いますしね。 だって動画をたくさん撮って1万本撮ったら1億円になりますよとかね分かっていたらやりますしそれこそね億万長者合宿に参加するんだったら参加,する参加したらね絶対億万あのお金が稼げるんだったら参加しますよっていうのはつまりは億万長者合宿にお金を払ったりとか面倒くさいその会場まで行くとかね1泊2日を過ごすみたいな面倒くさいことをやった向こうに確実なリターンがあるんだったらそれは参加しますよって言いますけどもこういう思考を持ってる人ってビジネスとかできないですよね。 だって、めんどくさいだけで終わる可能性があるのに、やっぱやるっていう意欲が勝るからやるわけなんですよ。だって目先で動画を撮るのはめんどくさいですよ。やっぱ作業だけ見たらね。でも作業の向こうにある、まあ、いわゆる世界が見えてるからめんどくさいんじゃなくて意欲的に取り組めるし、なんか買い物に行っても、これ動画に撮れねえかなっていう風な好奇心に変わってくるし、それを最終的な目的もわからないのに、示されずに、買い物したとこ動画に撮ろうよ。 っていうふうふに言われてもめんどくさいだけですよね。そんなこと言ってなんか意味あるんですかなんかそんなこと言ってなんか意味あるんですかそんなこと聞いて何か意味あるんですか意味意味あるんです,か意,んですか,んか意味あるんですかっていうことに対して何か意味あるんですかうん、あります。僕は3万円もらえただけです。意味あるんですか意味あるんですかいってらっしゃい。